ちゃんと言ったやん、段取り。いいですか。はい、じゃあ振りから、はい、僕の見てほしい写真はこれです。で、僕は、神奈川県の葉山町というところでダイビングショップ奈良というお店をやっていまして、葉山にですね、正直この関西フェアに来てくださってる皆さんが、来てくれるともあんまり思っていないんですけども、それでも僕毎年関西に来ていて、このダイビングフェアの幹事の方とか、あとは僕の大好きなガイド会のみんなと会ったり、あとはですね、だんだんお客様も毎年来てると、バーテルさんとか言って関西の方が声をかけてくれるようになって、なんかそういう温かさに触れるために毎年関西まで来させていただいております。で、この写真は葉山の写真なんですけど、なんでこの写真を選んだかっていうと、これ葉山では人気一番のダンゴウオっていうお魚なんですけど、こんな小さい穴の中に緑の部分がダンゴウオのお父さんのですね、親のダンゴウオが、親のダンゴウオがいて、でその奥に卵が隠れていて、でその時が、1ヶ月ぐらいその卵があそこでオスが守っていて、立つと中から天使の子供たちがどんどん飛び出してくるっていう写真で、でもこの写真を撮ったのはかれこれ6年前ぐらいで、で今はその海藻がだんだんなくなったりとか、水温が上がったりとか、いろんな問題が葉山の海にも起きていて、このダンゴウオがどんどん今減ってしまっていて、昔はもう冬いっぱいいたのが、今年は全部で 4,5 匹なんとか見つけ出したみたいな感じで、だんだん見れなくなっていて、でもなんとか僕たちガイドはその今年は見れなかったっていう年を作らないで、なんとか次の年、今年も見れたから来年もいるはずっていう団子をつないでいこうと思って頑張ってます。そんなまたこんなシーンが見れるといいなと思ってこの写真を選びました。皆さん遠いと思いますが、もし機会があれば葉山にいらしてください。ありがとうございました。さすがまとめるの上手だね。団子って今年4個そうですね、4匹4個対応です。すごいよね、こう一生懸命探してそうだね。そうですね。すごいな、頑張ったね。じゃあ来年もレランス だいたいパーサーが持ちてます、はい、ね、探してる時もう気が遠くなるよね。いや本当にもう壁ずっと見てますから ね、ずっとこうやって見てね。ね、そういう皆さんが遊びに来ていただくときには、僕らはそういう風にゲストに楽しんで喜んでもらうネタを日々毎日こうやって探してるんです。そういうのはね、別にお客さんにこう知ってもらいたいわけではないんですけど、そういうこともやってるよっていうことを覚えておいてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。